はい、よろしくお願いします。今回新しいシリーズになります。高校受験対策の詩集シリーズ、理科の詩集シリーズの第1弾をお送りします。で、詩集シリーズっていうのは数学にもあるんですが、受験とか模試の時に確実に取ってほしい問題ですね、を集めたものです。で、最初はこの5問をやっていきますので、ぜひここで動画を止めていただいて1回チャレンジしてみてください。で、やった後に、まあ、不安なのとか説明聞いてみたいのとかがあれば、今からね、自分が全部解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？では、早速ね、1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。で、今画面ちょっと下げてね、説明していくんですけど、このシリーズ、まあ、お試しでやってみて、皆さんのね、リアクションとか、ちょっと待って、行くよ。よいしょ。リアクションとか、まあ、評価とかコメントを見ながらね、続けていくかを判断しようと、よいしょ、思ってるんですけど、で、一応ですね、今回初めてというか、このシリーズだけは5問しかないっていうところもあるんですけど、解くじゃないですか。で、一番最後に、例えば、じゃあ、3番の問題のところをちょっと復習したいなって思われた時、ね、そういうのもあると思うので、一応自分が、中学校3年間分全部理科も取り終わってるから、ここの動画とリンクしてますよ。例えば、ごめんね。この3番の問題復習したかったら自分の動画のここに飛ぶといいですよっていうのを全部書きますので、まあ復習したければそこをちょっとうまく使ってもらえたらと思います。なので最後に早送りした方はその番号が載ってるんですけど、まあそういうことだと思ってください。じゃあ行きましょう。で、まず1番、化合物ですね。で、化合物ちゃんと説明するんだったら2種類以上の原子でできた物質です。2種類以上の物質ね。で、まあ、理科が苦手な方を一応想定して説明をするんですけど、化合って、これね、化合っていうのはくっつくんです。何かと何かがくっついたもの。もちろん2つだったり3つだったりすることはありますけど、だから、まあ、ざっくり言えば2種類以上。まあ、原子っていうことも覚えてほしいですけど、2種類以上がくっついてるよって。そういったものが化合。そのものだからね。化合したものだから、2種類以上がくっついているもののことを化合物って言います。で、今回、塩化銅、水、窒素、マグネシウム、アンモニアってあるじゃないですか。で、ちなみに、化合物の反対の言葉って言い方欲しいけど、1種類でできたものは単体って言います。これも覚えておきましょう。単体ね。で、まあ、ここが苦手な方っていうのは、化学式って言われると、もう嫌だって思うと思うんですよ。でも、この化合物と単体っていうのは、化学式を覚えておくと結構解きやすくって、で、例えばね、じゃあどうしようかな。最後答えここに書きますね。塩化銅って今、案にあるじゃないですか。これって、答えから言うと化合物なんですよ。今回答えに入るんですけど、こいつはね、名前から判断しやすいんです。なんでかっていうと、塩化銅っていうのは、塩化っていうのは塩素です、もともと。塩素。と、そこにある銅がくっついてるから、塩化銅っていうの。塩素銅じゃないからね、塩化銅になります。でも、見てわかるようにも、二つのものがくっついてる。だから化合物なんです。で、これが例えば、酸化銅ってあるじゃないですか。酸化の方ね。それも、酸化銅だったら、酸素と銅がくっついてるんですよ。だから酸化銅って言うんですけど、もう名前からして分かりやすい。この辺はいいんです、もちろん。で、化学式を覚えてもらってね、塩化銅っていうのは、こっち書くよ。CuCl2 っていう。これは化学式なんですよ。まあ、ちょっと難しいですけどね。Cu が銅なんです。で、Cl2 でこっちが塩素なんですけど。で、こういうのを覚えておくと、あー、銅と塩素くっついてんじゃんってのもわかるわけ。でも名前でわかるじゃん、これが。で、いいんですけど、問題なのは水とアンモニアなの。で、今度先答え変えちゃうと、塩化銅、水、アンモニア。これが答えです、今回。この3つが化合物なんです。で、もちろんね、この化学式とか覚えてもらってもいいですし、水とアンモニアがよく引っ掛けて出されるので、化合物のところは。
だから水とアンモニアって化合物だよねって覚えちゃっても構わないんですけど、できれば水っていうのはこれは結構ね覚えてくるよね。 H2O なわけですよ。 H2O これは H っていう水素と O っていう酸素がくっついてるの。水素と酸素って2種類のものがくっついてるから化合物になる。なんか水って名前だけど単体っぽくなっちゃうんだけどね。で、もう一個。こっちですね。アンモニア。これはね、できれば覚えてください。アンモニアは NH3 って言うんです。NH3。これ N、窒素です。で、H はさっきと同じ、水素ね。だから、窒素と水素がくっついたものなんで化合物になります。で、ちなみに残りの選択肢の窒素は N2。さっき N あったね。だから N っていう窒素の一種類しか使ってないんで単体になります。で、マグネシウムを Mg っていう一種類しか使ってないんで単体になります。だから化合物。今回聞かれたら、塩化銅、水、アンモニア。この3つが答えになります。で、ちょっと色をね、迷ってるんですけど、これをもし復習したかったら、これもね、今回書きますけど、必要なければ次回からやめます。まあ、次回続けるかまだ未定なんですけど、中2の5番目の動画をね、見てみてください。それがちょうどピンポイントでここになりますんで。で、次ですね。問題文若干長いんですが、酸素を入れて密閉した丸底フラスコですね、の中でスチールウールを燃焼させる装置を組み、燃焼させたところ、燃焼の前後においてこの装置全体の質量は変わりませんでしたっていう、ね、まあ、多分理科が苦手なことかだと読みたくないんだよね、もうこの辺がね。ただ、何言ってるかっていうと、まあ、丸底フラスコ。まあちょっと若干フラスコね。もう、今度許して。この中にスチールウールっていうのがあるんです。これぐしゃしゃーって。で、スチールウールってきたら、これ鉄だと思ってください。鉄を細かくしたやつなんで。鉄ね。で、今回の問題と関係ないんですけど、燃焼させるっていうのは、酸素とくっつけることを燃焼させるって言います。理科だと。だから、今、スチールウールを燃焼っていうのは、鉄と酸素をくっつけてるよってことを言ってます。で、さっきも言ったように、今、塩素をくっつけると塩化になるじゃん。名前がね。酸素をくっつけると酸化になるんで、これ燃やすことで、酸化鉄ができてます。これもね、あ、問題全く関係ないよ、今回。関係ないんだけど、覚えておくといいです。他の問題で活かせるからね。で、このフラスコの中を密閉、つまり蓋してるんです、ここ。蓋。で、スチールウール入ってるでしょ？で、当然密閉してるけど、この中には酸素があるわけじゃないですか。ふわんふわんって酸素がね。で、燃やすと、これとこれがくっつくわけですよ。で、酸化鉄ができると。で、それが燃やす前、この状態で測った量と、燃やしてくっついた後に測っても質量が変わりませんでしたって。でもそれは当然変わんないんです。なぜかっていうと、例えば、これちょっとすごい適当に言いますけど、じゃあ酸素が、じゃあ 3.0g。わかんないよ。で、鉄が 5.0g でしたって。で、くっついたら当然3足す5で8。まあちょっと比率とかはあるんでちゃんとならないんだけど。ってなるよねって。その量は変わらないとくっついても。で、それを理科でね、その問題文にもありましたけど、化学変化の前後、だから変化させる前とくっつけた後ですわ。の前後で物質全体、この全体の質量は変わらないよねって。で、その法則が決まってるんです、名前が。で、この法則の名前が、これよく出てきます。でもね、覚えやすくて質量が変わらない。変わらないことを、まあ、保存って使って言葉を。質量保存の法則って言います。よいしょ。で、もしこれを復習される場合は、下。あ、ギリか。こっちでいいかな。これも2年生の11番をぜひね、使ってみてください。
これ、あか、これ、あ、いか、なんでもない。いや、あか行きましょう。順番でね。で、次、イオンですね。イオン3年生の問題なんですが、塩化ナトリウムってものがあります。で、これも塩化だから、もともと塩素ね。塩素とナトリウムがくっついたものと思ってください。で、それを水に溶けるとね、ほにゃららイオンと、あ、ごめん、ナトリウムイオンとほにゃららイオンに分かれますって言ってる。で、さっき言ったように、これは、名前から判断して、塩素とナトリウムくっついたものって分かるじゃないですか。で、イオンの話の時は、それぞれ、このイオンとこのイオンって分かれるだけなの。同じようにね。だからこっちはナトリウムイオンって書いてあるじゃないですか。で、今回こっち A が問題になってるんですけど、よし、じゃあ塩素イオンに行こうぜってなると引っかかる。ここ引っかけね。塩素のイオンは塩素イオンっていう名前ではなくって、ちょっと言い方が変わります。この塩化に似てるんですけど、塩化って物をつける。塩化物イオンって言います。これは呼び方の問題なので、ここ気をつけてください。で、もう一個。このように水に溶けてイオンに分かれることをホニャララという。で、これもね、名前で覚えちゃいましょう。塩化ナトリウム、水に溶かしたら分かれました、イオンがね。そのことを、電気で、に離れるか。と書いて、電離って言います。ちょっと囲っとこうかね。二つだからね。電離。まあ、名前で覚えておきましょう。で、動画で言うと、まあ、3年生の3とか、あと4ですね。このあたり使ってもらえればと思います。で、ですね。まあ、この電離のところ、ちょっと自分は苦笑、苦笑いするんですけど、中3の4番の動画見ていただけると、もろに自分電離を分離って間違ってるんで、注釈、もしくはあとね、概要欄に、ごめんなさいって書いてあるんですけど、気をつけてください。いや、分離じゃなくて電離ね。間違ったお前が言うなって話なんですけど、はい、こんな感じでございます。で、4番が食塩水、熱して沸騰させると。で、出てくる気体を冷やすと水が得られる。このようにして、再び液体を取り出す方法を何と言いますか？ざっくりやってることを言うと、もうどうしようかな、絵か。例えばね、じゃあ、またちょっと使うか。なんかね、こんな、ごめん、適当にごめんね。こうあって、ここに食塩水か。食塩水を入れるわけですよ、食塩水。絶対丸ちゃうって。ごめん、こっちだ。食塩水。で、食塩水っていうのは、まあ、名前でわかるように、書き順がおかしいね。まあ、食塩と水なわけですよ。まあ、水をちょっと細かく分けないでね。食塩と水にする。まあ、しょっぱいわけです。塩だから。で、それに火をボーって沸騰させます。させると、水が沸騰して気体に変わります。水蒸気にね。そうすると、こうやって水蒸気になって上に上がってるわけですよ。で、それをこっちに流して、なんていうのかな、ちょっとうまく言えないけど、水に浸して、こういう感じで、試験管使ってね、冷やして、水蒸気、熱くなって出てきた水蒸気をもう一回水の方で冷やすんです。そうすると、水で水蒸気になったものが元、もう一回冷えて、この試験管の中で水に変わるんです。だから、食塩と水が混ざってしょっぱかった食塩水から、水だけ取り出せるの。で、こういう風に、再びね、もう一回、液体を取り出す方法があります。で、この名前を、これで、蒸留って言います。蒸留。水がない場所で水をゲットする方法、まあ、サバイバル術とか、まあ、キャンプとかで使われることもありますけど、で、使う方法でありますね。まあ、問題文にあるように、その沸騰させてね、もう一回、水だった液体だったものを、気体にして、再び液体を取り出す方法、何と言いますかって、来たら蒸留って書いてください。絵が下手くそで、ほんとごめんね。で、これを復習したかったら、待って、ここで言わんかな。
これ1年生の33だね。ここでいけます。ではラストです。まあ、消化の問題ですね。で、これはもう暗記ボロになってしまうんですが、いくつ行きましょう。中学校の消化の問題、もう出てくる3つは、でんぷん、タンパク質、脂肪です。いいね。でんぷん、タンパク質、脂肪。で、それぞれが分解されることで、消化されるときに何に変わるかっていうのを覚えてほしくって、まず、でんぷんは、ブドウ糖に変わります。でんぷんはブドウ糖に変わる。で、まあ、その問題文にあるように、消化されてブドウ糖になる。で、絨毛って場所を使って吸収されてホニャララに入ります。で、どこに入るかっていうと、毛が細い、血管って、ごめん、書いて、毛細血管って場所に入ります。毛細血管ね。で、次にタンパク質です。で、タンパク質は、消化されると、アミノ酸っていうのに変わります。アミノ酸ね。で、になって同じです。絨毛で、消化でこれ吸収されて、毛細血管に入ると。これで、でんぷんと、タンパク質が終了。で、ラスト、脂肪ですね。で、脂肪は2つのものに変わります。消化されると。ホニャララと脂肪酸。で、この名前なんですけど、多分今も変わってないと思うんだよね。まあ、みんなの教科書違ったらごめんね。モノグリセリドって言います。で、これ結構前はグリセリンっていう風に書かれてた教科書多かったんですけど、まあ、自分が指導してる時とか、あとは今使ってる教科書はモノグリセリドなので、まあ、一応こっちを書いておきます。違ったらごめんなさい。コメント欄で書いていただけると助かります。で、その二つになって、絨毛で吸収されるんですよ。で、その後、もう一回脂肪に戻るのね。で、戻って、まあ、脂肪になって、で、毛細血管じゃなくて、こっちは、リンパ管っていうとこに入ります。この三つのね、変化、名前絶対に覚えておいてほしいので、こう大事なんでね、お願いします。で、これが、待って、右下ギリ。ちょ、ちっちゃいと思うよ。これ2年生ね、の19です。ここね、復習で、ぜひ使ってみてください。はい、ということで、今回ね、高校受験対策、初めてのね、理科の種々シリーズ、第1弾お送りしました。こんな感じでやらせてもらいましたが、最後までね、ご視聴いただき、本当にありがとうございました。で、最初にも話しましたが、今回お試しで作ってみました。正直、この動画作るのすごく大変で、問題をちょっとね、選ばなきゃいけないんで、大変なんですが、まあ、皆さんのコメントと評価をね、ちょっと確認して、続けるか、まあ、続けるにしても、どのように形を変えるかっていうのを決めながら、まあ、手探りになりますけど、やっていこうと思いますので、まあ、もしよかったらね、ちょっとコメントとか評価をね、書いていただけると助かります。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。